今日視聴者の方が一番興味あるっていうところが、じゃあ、まあ、僕も私も、レンディングさせしてみようとか、イールドファーミングできるかなだったりとか、いろいろこう考えて、る方がいると思うので、まあ今ちょっと、なんか、ウォレットどうすんだっけ、デポジットどうすんだっけ、みたいなっていうので、で、あと、管理っていうんですかね。まあ、ウォレット一つ持っておくっていうところもあると思うんですけど、まあ、ちょっとここにインスタダップだったりとか、ザッパーだったり、ここいろいろ、まあ、ツールあると思うんですけど、どうやって、その、まあ、資産運用っていうんですかね、このディファイの資産運用みたいなっていうところをしていけばいいのかなっていうところをちょっとお話ししていただこうと思います。で、ここに、ちょっと、堀さんの方で資料を準備していただいたので、こちらから始めていただければと思うんですけど。これはそうですね。このスライドは、大事というか、その、初めてやりますっていう場合は、例えば、なけなしの100万円を初めて、ディファイで運用するぞっていうふうになった場合、これはですね、初めてやりましたっていう人で、高確率でその100万円を完全に失う可能性もまあまああるっちゃあると。はい。自己責任を、受け入れないといけないので、今のところはね。まあ、それ、だからこそ、まあ、面白い世界だったりするんですけど、で、これは何かっていうと、最低限の心構えとして、まあ、フィッシングとかね、例えばユニスワップ使うぞとか、コンパウンド使うぞとかって、まあ、有名なやつ使うぞっていう時に、なんかこう、微妙に違う、URL とかになってたりして、はい、そこに気づかずに変なサイトに行きました。そうすると、なんかこうやればいいんだ、ああやればいいんだっていうふうにやったら、偽物のサイトでした。お金をね、取られましたとかっていうのはあるので、こういう詐欺に行うと必ず、心に留めておいてください。必ず URL というのを、ダブルチェックしてくださいよと。ダブルチェックするし、あとは、まあ、Twitter とか、そういったところの公式だと。間違いないこの公式アカウントだっていうところのリンクから飛ぶようにしますとか。うん、で、まあ、もう一回そこも一応チェックして、大丈夫だねっていうふうにやって、まあ、自己責任でやると。はい。いうこととか、まあ、最低限の防衛策は必要ですね。あとはね、勧誘されたみたいな事件で。これはもう、カフェとかで、なんか DeFi っていうのが流行ってるんで、もう、こういうふうにやりますから、代理でやってあげますよ、みたいなのもあるらしいので。あ、そうなんですね。なんかあるらしいで。まあまあ、有名になったんで、その名前を使えば別に何でも、詐欺に使ってくるじゃないですか。はははあるので、自分の頭で考えて、誰しも、まあ、本当に信頼できる人。本当に信頼できる人って言っても、まあ、本当に信頼できるって言って騙されるんですけど。そうですよね。まあ、ちゃんと、自分の頭で考えて決めてくださいよ、ということですね。で、うまい話には決して飛びつかないでくださいよっていうのは、まあ、これ基本ですけど、でも、これ難しいところ、DeFi ってたまに本当にうまい話あったりするから、これ難しいんですね。これ本当に難しい。初めてですっていう方にはね。この、まあ、ビギナーズラックとかもあっちゃうわけじゃないですか。どう判断すれば、具体的な対策の一部書いてありますね。ごめんなさい。ちょっとじゃあ次の、この、騙されないためにっていうところですけど。もちろんこれはもう絶対秘密鍵とかシード、まあそうですね。とかは、絶対教えないでくださいと。まあ最初にウォレットを作ったりするときに言うやつですね。はい。親にも教えないでくださいと。これは当然。教えないと。いうぐらいでちゃんとやっていかないとダメですね。あとは、たまに、なんでしょう、友達とかにね、もう自分はこのウォレットを使わないから、このウォレットを使っていいよっていう形で教えちゃうとか、ちゃんとこのウォレット使わないのと。で、まあ、まあちょっと入ってるけど、別にこれ使ったらいいよと言って、じゃあこれをなんかウォレットに打ち込んだらできるよっていう感じで友達に渡しちゃうとかね。でもそれやったとしても、その友達が何か盗まれた時に自分が疑われるんで、必ずやめてくださいよ。なるほど。絶対ダメ。はい。絶対にダメということで、必ずね、守ってください。で、安易に秘密鍵とか、シードワードを、ウォレットに打ち込んだりするのは、自家打ちするのは、まあ、お勧めしません。そうですね。実際に、ウォレットをこう、インポートしたときに、自家打ちしなければならないという時も、まあ、たまにあったりはしますけど、慎重に重ねてやってください。はい。で、まあ、ディファイ利用をするときは、ブラウザは、できたら、分けた方がいいでしょう。普段使っている Chrome のブラウザがあるんだったら Firefox を用意するとか、するのがまあ未然に事故を防止することになったりするかもしれません。No. で、タイピンとかを使うのはね、ハードウェアウォレットっていうのがありますから、それだったらええじゃんとかね、こういうのを使ってね、というのが、まあまあ基本的な心構えですね。なるほど。これで次が、で、その、としてはそうですね、今のまあ準備が整ったと。もうホーリーさんもう私はわかりましたと。いやもうこれ、じゃあ、私行かせてくださいってなった時は、さあどうします？この時はもう、おすすめなんですけど、もう最初は、
最初は、まず、イーサーとかを買ってみる。で、保有してみる。で、それをステーブルコインに交換、DEX でステーブルコインに交換するとかっていうのはありだと思います。ははもちろん、ここで、税金がどうとかっていうのはあったりするんですけど、うん、まあ、それは、買ってすぐとかだったら、まだ含み益とか出てないので、まだ大丈夫だったりするとかですね。例えば、ステーブルコインに変えてしまって、ステーブルコインをコンパウンドとか、アーベとか、使いやすいレンディングプロトコルがありますから、はい、そこにもう、差し込んでおくと。で、まあ、何パーセント、5% とか 10% とかを年間でね、つく場合があるから、それで、ディファイ運用をやってるっていうのは、まずこれ一番簡単な方法。簡単な方法。で、それ以上のことをやりたかったら、例えば、イーサ、まあ、イーサをそのまま預けるとかなり金利って低いんですよね。イーサを借りたやつなかなかいないから。ですね。需要がないんで。で、イーサを持ってて何かしたいなっていう場合は、イーサをコンパウンドとかでもいいですし、メーカーとかでもいいですし、そういうところにイーサをちょっと突っ込んでみると。うん、しかも、これを担保として使ってみる。で、トークンをステーブルコインとかを借りてみる。これもまあありだと思います。なるほど。で、ステーブルコインを借りて、まあ、これが最近なんだったら、別に、これをまた、取引所とかに、ね、持って行って、まあ日本の取引所だとステーブルコイン扱ってないですけど、まあ何か、ビットコインとかに、まあ、変えておいてすぐに、はい、現金化してしまうとか、言って事業資金として当てるとかっていうのは別にまあできることはできるので。なるほど。当然金利は気をつけてくださいねということですね。まあそういう形で、実際に応用するっていうのもありですし。うん。かな、まあそれがまあ一番、簡単といえば簡単かもしれませんね。まあ別に事業資金じゃなくて普通に、ステーブルコイン買ってイーサ買って、そういう、トレードをしたいっていう人もね、ありだと思いますけどね。イーサをロングしたいっていう人も。そうですね。まあそんなのが一番簡単かなと思います。なるほど。まあ、最初の一歩は。やっぱりまあ最初の一歩、まあもう多分その最初の一歩の前に最初のゼロ歩を今ホーリーさんがめちゃくちゃ強調していただいたので本当に嬉しいんですけど、まあこちら、まず心構えと対策させていただいて、最初の一歩踏み出せば、あとはまあ結構自分でこう学ぶインセンティブが勝手について、あれなんだっけこれなんだっけで、こうなんかそこに取り込まれてるっていうか、強制的に勉強させられるみたいな感じになりますもんね。調べるようになりますから。そうですね。